ぴょんぴょんぴょーん、いよいよ来ました。これプチプチの中に入ってるんですけども、最新鋭のねベイトリール一つ手に入れましたので、こちらをね開封していこうと思います。ね、こんな感じでね梱包されてますけども、じゃあね早速開けていきたいと思います。おはい、出てきました、ゴライアス。これねちょっと待ちに待ってたリールなんですよね。ジーニアスプロジェクトのニューリールっていうことで、ジーニアスプロジェクトというと、グラビアスっていうリールがあって、それがね、人気機種なんですけども、それのねもうちょっと買いやすくなったモデル、全国販売モデルっていうことで、パッケージかっこいいですね、こんな感じ。あ、でここでね、ハンドルの向きとか、あとギア比とかがまずねちょんちょんってあって、分かりやすくなってるよっていうところと、なんだろうこれ結構ね高級感あるパッケージですね。じゃあね早速どんなリールか開けていきたいと思います。ねどういう感じかな、こうかな、よいしょ、ちょっと、はい、まずこれをで、はいね、ゴライアス、あーこれだいぶなんか、デザイン、あのジーニアスプロジェクトのあの今勝プロスタッフの青木プロがやられてるってことですけど、これなかなかねパッケージの時点でちょっと気分が上がる仕様ですね。はい、じゃあまあまあまあ早速開けていきたいと思います。はい、あシールが入ってる、あこれどっか貼ろうっていうと、来たぞ。はい、こんな感じですね、ゴライアス。ゴライアス、いやー来たー、これだー。へー、カラーリングも結構好きな感じ、なんかシビい感じのカラーリングで、でね、何をそんなに待ちに待っていたかっていうと、実はあのジーニアスプロジェクトのグラビアスね、あれ使いやすくてよく使ってるんですけど、なんとねこのゴライアスは、海でも使っていいよというところと、あとスプールがねちょっと自分が使いたかった感じにチューニングされている、ゴライアススプールになっているというところと、ね、あとは価格的に買いやすくなったっていうところですね。25,000円の税抜きっていうことなんで、非常にね、グラビアスがだいたい3万円超えてきて、3万中盤ぐらいの価格帯の、リールだとすると、これがね25,000円で買えちゃうっていうことで、あとは、全国販売いよいよするよっていうことで、グラビアスはですねネットとかでねアマゾンとかで買うことができたんですけども、釣り具屋さんには並んでなかったんですね。このゴライアスはですね、各あの全国の釣り具屋さんで買うことができるようになったよっていうね、こういうリール、そんで、価格も買いやすくなって、でグラビアスのここは残しておいてほしいっていう性能は、ほとんどそのまんま残っているっていうことでね、いいんじゃないですか。でこうやって開けるんですけども、あのすいません今パチッと開けちゃいましたけども、簡単にこうねここにこういうスイッチがあって、まずこれを押しながらずらすと開くんですが、はい、無振動マグネットブレーキシステム、まずねこれが
上位機種と同じくついてくるっていうことで、これはね、一度ね、ほんと投げてみるとわかるんですけども、非常にねトラブルしづらいね、優秀な、ブレーキシステムなんですね。ここら辺はね、あの1台触って投げてみたら、あ、使いやすいなってね、もう一発でわかるんですけど、なかなかね、最初の1台買わないとね、そんなのもこんなのもわかんないっていうところで、今まではそのネットのね、通販とかでグラビアスを買わないと、体験できなかったこの無振動ブレーキシステムが、全国の釣り具屋さんで2万5千円、税抜きでね、買える、このゴライアスで体験できるよって、これはね、ぜひね、投げてみてもらいたいな。ね、あの決して全くバックラッシュしないっていうわけではないんですけども、いざあのまあ要は投げてみてこうね、枝に引っかかっちゃってボーンってね、バックラッシュ、しそうな、状況になった時でも、なんかね軽傷で終わるんですよね。そんなにボボボボボボってなんないで、なんかね、これぐらいだったら禁句もしないし、そのまんま釣りに集中できるなって、それぐらいのトラブルまでで、糸がボワーってなるのを止めてくれるっていうね、そういう感じ、そういうイメージのね、ブレーキシステムなのかなというところと、で、これ、まあ、開けて、出していくと、このね、スプールがですね、グラビアスの深溝スプールより若干糸巻き量がね、ちょっとだけね、増えてるっていう、そういうスプールなんですよね。これによって、糸巻き量がもうちょっと確保できるんで、それもありがたいなって。結構ね、太糸、フロロカーボンのね、ゴワゴワしたね、20ポンドとか、そういうのがグラビアス使いやすいなっていう最近の印象だったんですけども、よりね、太い糸を今までよりね、こう蓄えることができるっていうことで、そこもいいなっていうところと、あとここ、ね、ベアリング、ここがベアリングが、海水でも使っていいよっていうベアリングに変更されていることによって、海でもね今後ね、このね、まあグラビアスシリーズの決闘の性能が使えるって、ゴライアスでね、海でも使ってもいいよっていう、こういうことになってるね。これはね、非常に嬉しくて、なんでかっていうと、このグラビアスシリーズゴライアスっていうのは、ブレーキシステムと、あとはね、ドラグシステム、これもね、ほとんど上位機種のね、グラビアスとね、変わらないね、そういう性能を持っているんですね。グラビアスのドラグ性能っていうのがすごいね、使いやすくて、こう出て行ってほしい時に出て行ってくれる、まあなんていうか、本当程よい使いやすいドラグ性能が、搭載されてるんですが、ゴライアスになって変わったところは、このグラビアスにはね、このドラグね、クリックオンがついてたんですけど、ゴライアスにはクリックオンがついてないですよ。ただドラグの強さとか効き具合っていうのは、変わってないですよっていうね。このドラグ性能、ブレーキ性能が、まあもちろんバスでも使えますけども、海でも使えちゃうっていうのは非常にありがたいなっていうところね。ここにねグラビアスもあるんで、はい、グラビアスだとこうね、ちょっとドラグ緩めて、ドラグの出ていくときにこうクリックオンがあるんですね。で、クリックオンがあるんですけども、だからこうちょっと分かりづらいかな、こう出ていくときにね、クリ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 、このクリックオンがグラビアスシリーズにはあるんですが、ゴライアスにはクリックオンがないよっていうね、ここの違いとかがあったりするんですね。で、まあ今出てきたんで、こう並べると、ボディはそのまんまね、真ん中がアルミフレームで、サイドがですね、これカーボンっていう、このグラビアスの、伝統の仕様なんですが、それがゴライアスも一緒で、この真ん中のところは、アルミボディでこう合成感があるんですけど、このサイドのねパーツはカーボンでできているから、非常に軽快なね、使い心地というか、まあ、軽さを実現している、ね、あとはハンドルの長さが若干
緒に並べると分かるんですかね。ゴライアスの方がちょっと長くなっているね。よりパワーハンドルみたいな感じになってますね。で今までの、グラビアスはここがね、あのジュラルミンでハンドルができてたんですけども、ジュラルミンよりその耐腐食性能が強いこちらのゴライアスのハンドルはアルミに変更されている。まあ、ここも海で使っても大丈夫だよね。ちゃんと潮抜きとかすればまあ使ってもいいよっていうね。ベアリングが変わったのとハンドルが若干変わったのね。それ以外のところは全く一緒っていうことで、非常にですねここら辺でね、まあ海でも使えるとか、あとはパワーハンドル風な、グラビアスみたいな感じで使えるっていうのがこのゴライアスのメリットになる。まあ全体的によりヘビーデューティー仕様になったグラビアスって印象ですかね。ただまあ、ちょっと価格的にも買いやすくなってるんで、ゴライアスっていう名前に変わってますが、であとグラビアスのところはこれ買うとですね、この替えのシャロースプールがついてきたんですね。こうセットでね、替えのシャロースプールがついてきて、で3万何がしっていう値段なんですけども、こっちはねこのゴライアスのスプールのみだよね。で、シャロースプールは別売りで販売になるそうなので、そこはね6000円で買うことができるよっていうね。だから結構がっつりジニアスプロジェクトのリールを堪能したいっていう人はどちらかっていうとこの結局グラビアスを買った方がネットでね、お得かななんていう要素も若干あるんですけども、うん、まあとにかくね2万5000円って買いやすい価格帯になったんで、まずはちょっとグラビアスはあれだけど2万5000円ぐらいだったら買ってもいいかななんていう人はこのゴライアスね、検討に入れてもいいんじゃないかなって。実際にね1個使ってみると多分ね、そういうっていうのがね、分かるんじゃないかななんて思いますけど、あとはね違いとしてはここですね。このグラビアスだとここにねこうライン何ポンド入れたかねこうメモリーしておくね、こうカチカチってここ回って12ポンドだよ14ポンドだよとか16ポンドだよってね、ここら辺、調整できるんですけども、それがついてないよとかね、そういう本当細かいね仕様の違いなんですけども、まあこっちは全国販売っていうことで、で従来のグラビアスを持っていたオーナーの人だとこのグラビアスね、最初からシャロースプールだ深溝スプールだとかいっぱいついてるんで、この替えスプールね、これ互換性があるっていうことで青木プロに聞いてるので、まあもちろんこのゴライアスプールは使いやすいと思うんですけど、従来のこのグラビアスのね浅溝スプール、これ今 PE ライン入れてますけども、ちょっとベイトパワーフィネスみたいなのやるときとかにねこう準備してるんですが、こういう、シャロースプールも、すぐに入れることができる。で、別売りになるゴライアスで使えるねシャロースプール、それはねこのベアリングのところがですね淡水仕様のベアリングが積んであるっていうことなんで、まあ腐食しちゃうかもしれないよっていう、この海水仕様だよっていうベアリングがついてるのはこのゴライアスのね、スプールになりますので、まあそこら辺でねちょっといろいろ違いとかをね、ただ互換性はあるのでブラックバスで使うんだよっていう人は、今までグラビアス持ってた人とかは替えスプールそのまんま釣り場に持っていってそのまま使えるんで、お得なんじゃないかなとかね、そんな感じで喋っておりますが、でねこれね青木プロに聞いたんですけども、名前の由来なんですけども、ゴライアスね、要はゴリアテってね巨人ね、巨人ゴリアテっていう意味なんですけども、それをね英語で読むとゴライアスっていうね、こういう風になるみたいなんですね。でそこでただねこのゴライアスね本当はここね R じゃないんですけども、ちょっとねオリジナリティを出すために、ゴライアスはここを R にしてるよっていうね、ここら辺がね、名前の秘密だなんていう風に聞いております。でこのカラーリングのところについて聞いたんですけども、ドイツの高級車をイメージしたそんなカラーにしてくれっていうことで、結構ねこのなんか上品なマットブラック
ックちょっとグリーンがかってるようなこんな感じの色なんですが、この色ドイツの高級車とかにね採用されているようなそういうカラーをイメージして、作られたっていうことでね、非常にね、単色なんですが、上品な感じの色合いになっております。まあイメージとしては、まあ、ベンツとかにもあるしアウディとかにもこのねドイツ車ってねこういう感じのマットな感じのね黒ってあるんですけども、そんな感じの色にしてくれなんていう風にね注文を入れたって言ってるんで、そういう感じの上品なカラーリングがこうボディに施されておりますが、なかなかねこれなんか本当気持ちのいい単色系のね。でここら辺で上位機種のグラビアスだとこうツートンカラーとかね、あとここにメッキ仕様にしてたりして、その分ねちょっとやっぱり値段が少し高くなったりっていうところがあったらしいんですけども、そこら辺もこの単色にすることによってちょっと値段を抑えるのにね貢献しているっていうことで、はい。で、まあ釣り子 TV でせっかくレビューなんで、もうちょっとねスプールの重さとかもね測ってほしいなんて要望が前あったんで、まずですねちょっと今糸全部入っちゃってるんですけど、このゴライアススプール何グラムなのかなってまず測りたいと思いますね。ゴライアススプール、14.5 グラムですね。で、まあ、スプール互換性あるってことでこれちょっと糸入っちゃってるんで、グラビアスとそのボディの重さの違いなんかもね測ってみたいと思いますよ。はい、じゃあねゴライアスのこのスプールを除いた重量ですね、これスプールちょっと糸が入っちゃってるんでこれを測ると 165.6 グラムですね。まあちょっとハンドルの材質が変わってるとかはあると思うんですけど、こっちねちょっとこのグラビアスのですねスプール抜いたものは 165.3。もうほとんど変わんないですね、このボディの重量でいったらね 165.4、ね、従来のグラビアスで 165.6、 ほんと微妙な差なんですね。で、スプールを入れた重さね、まずボディは変わらずで、スプールはねいろいろねシャロースプールとか深溝とかありますけども、スプール入れて、179.8 ね、ちょっと買いやすくなってるんですけど、重さ据え置きですね。 179.8 ってことはね、まあグラビアスこれ糸入ってますけどね、188.1、まあ糸入れるとこんなぐらいの重さになるんじゃないかなと思うんですけども、だね、どこが悪くなったのっていうね、そういうやつなんですけど、まあスプールがこの替えスプールがついてこないとかそういった要素がいろいろ相まって、全国販売いよいよ開始するよっていうね、こういうことみたいなんですね。いやちょっとこれを測ってみて、測ったらなんか全然こっちの方が重かったってなったらどうしようなんて思ったんですけど、はい、まあなんかね机の上ごちゃごちゃしてきましたけども、そういう感じでまあこう替えスプールがあったりするのが、従来の上位機種の、グラビアスだよっていうところで、はい、全部来ましたね。こういう感じでグラビアスシリーズねお気に入りなんでね、いろいろ持ってますけども、まあここら辺はグラビアス、これが一番最初期のモデルで、で、ギア比7台のものが、金色ね、これ金色、これは1周年アニバーサリーモデルで、まあ、これとこれだいたい仕様が一緒なんですけども、ちょっとカラーリングが違うよっていうところから来て、ハイギアモデルはこの赤い差し色が入ってるよっていうね、こういった感じになっていて、そしてこれが、グラビアスの2020モデルですね。まあほとんど変わってないんですけど、ここのベイトフックキーパーが標準装備でついてくるお得にちょっとなってるよっていうのがこの2020モデルで、
でこれも2020に出てきましたけどね、このいよいよゴライアス海水でも使えるよっていうところと、あと今ね、そうですね、言いましたね、ここにベイトフックキーパーがついていないので、ベイトフックキーパーもこういう感じでつけたい場合はちょっと別売りのやつを買わないとダメだよっていう、こういうことになってるんですね。まあ上位機種にはね、こう全部、ベイトフックキーパーがね、こう、はい、ついてますけど、このね、針金ね、これがね、あるとないとじゃね、もう全然違うんで、これね、もしね、気になってる人いたら、ここら辺もね、つけてみてもらいたいな、ということで、はい。まあ、そんな感じでいろいろと見てきましたけども、自分が手に入れたのは、ギアヒネ 8.1 のハイギアで、そして左巻き、ね、こういったゴライアスをね、入手してみたので、まあ、これで、ブラックバス、海釣り問わずね、いろいろと、しばらく使ってみて、まあでも今ね見てみた感じ、重さも含めて、うん、値段はやたら買いやすくなったんだけど、でヘビーデューティー仕様になってもより良くなったんじゃないかな。ただまあ返すプールとかもね、いろいろお得だよっていうね、あとねベイトフックキーパーがついてくるよとかね、いろんな要素も含めて、ジーニアスプロジェクトのハイエンドモデル欲しいっていう人はもうね、こっちのね、グラビアスシリーズね、そしてまあちょっとどうなんだろうね、買ったことないメーカーだからちょっとね気にはなってるけどなんだかなっていうね、でも一個買ってみようかなっていう人はこのゴライアス、こんな感じのね住み分けになってくるんじゃないかと思いますので、ぜひ気になってる方はですね、チェックしてみてください。釣り子 TV の方ではね、引き続きこれ使っていろいろと、ブラックバスとかね、シーバス釣りとか、せっかく海でも使えるんでね、秋のちょっとビッグベイトのシーバスパターンなんか、この深溝スプールぴったりなんじゃないかななんていうふうに思ってますので、使い込んでいこうと思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ジーニアスプロジェクトからいよいよ登場のね、全国販売モデル、ゴライアス、これをね開封してみていろいろいじくり倒してみたって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。